皆さんこんにちは。今日の試合は実況を私西岡明彦、解説は福西崇史さんをお迎えしています。福西さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、雪の中でのこの試合、まもなくキックオフとなります。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。一般的な 4-3-3 ですね。前線に3人のフォワードを並べて相手にプレッシャーをかけます。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。どうやら攻撃的な 4-5-1 ですね。チャンスに人数をかけて攻撃できるかどうかがポイントになります。しかしなかなか興味深い対戦カードになりました。そうですね、どんな展開になるか楽しみです。サポーターも試合の行方が気になるでしょうね。はい、応援にも熱が入ると思います。Thank you. Enjoy the game.楽しみな試合が始まります。キックオフです。オディル・アフメドフ、ディフェンスに奪われません。フッキー、ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。家永明宏、中村健吾。中村健吾のパスセンスは異彩を放っていますね。スルーパスは別格です。チーム全員から信頼されているので、彼にボールが回る回数が多いのも納得ですね。谷口翔吾、大島亮太、上里恭平、見事な視野です。いいボールが入りそう。ボールを回して味方の上がりを待ちます。川崎がコーナーキックを獲得。ボールはエリアへ。いいボールではありましたが、逆サイドに流れました。家永明宏、阿部裕之、遠目からシュートも、これは難なくキーパーが処理しました。大島亮太、ここはフリーキックを与えられます。阿部裕之、家永明宏、中村健吾へ。ここは中央の選手にクロス。クロスが通れば大きなチャンスでした。ここはフロンターレのコーナーキックです。ボールを入れました。いいボールでしたが、ここはクリア。上里恭平、中村健吾。いやー、ギリギリでしたね。よく受け手の動きを見てパスを出しましたが、ちょっとタイミングが遅かったかもしれません。大島亮太、
いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。タッチラインを割りスローインです。阿部博之、さあ上げたい。深くえぐってからのクロス、中村健吾へ。阿部博之、上里恭平、味方がフォローに来ています。エウケソン、オスカールが顔を出す。エウケソン、カイフイカン、シケ、さあスタジアムのテンションが上がります。さあ来た、チョンソンリョン、しっかり止めました。コーナーキックになりましたね。ここはショートコーナーを使う。クロスが入りました。決まっていればすごいボレーでしたが枠には飛びません。思い切って狙いましたがさすがに難しすぎましたね。中村健吾がパスをカットする。奈良達希、大島亮太、チャンスを伺っています。小林優、家永昭弘、カイフイカン、エウケソン、ユーハイ、オスカールが来る。ボールを運びゴールに襲いかかります。オディル・アフメドフ、ルーズボールになっています。 The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. 小林、前半終了で0対0、試合は動かないまま後半戦へと向かいます。前半が終了しています。ここまでのスタッツはほぼ互角です。福西さん、前半を振り返っていかがですか？いや、楽しみな試合が始まり、後半のキックオフ、今度はフロンターレボールです。中村健吾、小林優、オスカールが来る。ユーハイ、サイドチェンジです。動きに躍動感があふれます。フッキー、上里恭平、ゲームを作るパス、またまた通ります。家永昭弘、いい組み立てだったんですがボールを奪われましたね。ユーハイ、いい形でゴール前まで持ってきました。オスカールが顔を出す。サイドへパスを出します。ここはうまいタックル。ただしコーナーキックです。ボールを近くの味方へ。狙ってきたぞ。ディフェンスの見事なブロックです。これはコーナーキックですね。
コーナーからエリア内へ。キーパーがコーナーキックを弾き出しました。中村健吾しっかりキープしています。ここはクリアされました。斉藤学、またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。ルーズボールになっています。これはコーナーキックでしょうか。コーナーから中へ、キーパーがコーナーをパンチング。中村健吾決めれば勝ち越し。ちょっと力がありません。これではキーパーに勝てないでしょう。エウケソン、ユーハイ、斉藤学、中村健吾、ここはパスミスになりました。ボールを失います。目立ちます復帰、大島亮太、中村健吾へ、見事なテクニックで突破してきました。打った、キーパーが止めた。チームのピンチを見事に救いましたね。中に入れた、谷口翔吾、前に押し出します。斉藤学、シュートを打ってきた。ゴールへの寄せが非常に速い。勝ち越しゴールを奪えません。ここはチャンスを逃しました。オスカーレが来る、シケ、ホーグアン、オスカールが顔を出す、エウケソン、斉藤学がパスをカットする。阿部裕之、オーグアン、ここは復帰のテリトリー。オスカールが来る。後半が終了いたしましたが決着はつきませんでした。